じゃあ、次元です。高井です。お願いします。お願いします。っていうことですね。いや、ちょっと次元さん、次元さん。ちょっとだけいいですか。何ですか。今渋谷来てるんですけど、うん、マジでお願いしたいんですけど、渋谷パルコのポケモンセンターでポケモンカードちょっと欲しいやつ再入荷してるっぽいんで、ちょマジちょっとだけ秒で行っていいですか。今から行くん。はい。今11時。はい、11時です。で11時オープンです。今から行くの。マジでそれだけ。ちょオープニングちょっとまだ後で。でもすぐ撮るから。すぐ撮りますから。わかりました。はい。じゃあ俺も行くわじゃあ。お願いします。ありがとうございます。はい。じゃあ。まずはポケモンセンター、はい、お願いします。はい、何の動画やこれ。わけのわからん。はい、すいません。おしゃれー。漆黒のガイストっていう、これ何すごいね。いいやつ。まあもうこれから造反黒もないと思うんで。まあこれでもシュリンクね。あ、取れてたね、今ね。見たけど。あ、取れ開けるっしょ。楽しそうや。これ5日開けようかなと思います。はい、ということで改めて、次元です。高井です。おいしい。本日渋谷に来ておりまして、まあいろいろとやろうと思ったんですけど、先にあなたの用事をまず済ませましてですね。いやー、ありがとうございました。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 まあね、渋谷自体ちょっとこう散策しようというような企画だったりしたんで、はい、まあとりあえずまあこっちまで来ちゃいましたけど、駅前から。まあ何するかって言ったらですね、コメントでなんとまだ店頭とかだとオジェックがあるらしいというね。めっちゃコメント来てましたよね。ね、来てたから、はい、そこら辺をね、ちょっと実際に渋谷まで行って、はい、まあ検証というか、はい、あるかどうかっていうのを確認したいなって、はい、で、あったらもう買います、私。もう2足目。もう結構吐き潰したというか、あれ。ストックみたいな感じで。アトモスさんにはちょっと今のところ、グラビスの展開がないから、はい、だから ABC マートの方に行ってみて、ちょっといろいろと。やろうかなと思うんですけど、はい、今回この撮影2本撮ろうと思ってて、はい、まあ、まずオジェック本当にあるかどうかっていうのが1個、はい、もう1個は、あ、またこれもコメント来てたんですけど、はい、渋谷原宿のおすすめのランチ、はい、ご飯を教えてほしいという方もいらっしゃったので、はい、地方から来られる方もいらっしゃると思うんで、はい、渋谷原宿意外にないんですけど、はい、まあ、飯食べるとこないですからね。そうだけど、まあ、そういったところで僕らが原宿で働いてた時代の食ってたところとか紹介できたらなと思ってますから、はい、じゃあ行ってみましょう、一回。いや、行きましょう。まずは、すぐ近くの ABC マートグランドステージ、はい、行ってみたいと思います。はい。運転します。いつぶり？結構来てる？渋谷。渋谷は来たは来たんですけど、うん、こうやって昼間だったりとかに巡る時間ってのはあんまないんで、あ、それ考えると久々かもしれないですね。人少ないよな。いや、思った以上に少ないですよね。ね。で、ランチを教えてほしいっていうコメントからいろいろ僕も考えたんですけど、はい、もはや渋谷原宿、はい、とりあえずね、一旦渋谷原宿の俺らが行ったところだったりとか、おすすめできるところとか、はい、飯屋とかアパレルも含めて、はい、マップ作ろうかなみたいな。ああ、ご飯マップみたいな感じですか？ご飯マップとか、はい、まあ、アパレル、はい、まあ、ここに、例えば、じゃあ、アトモスありますよとか、はいはいはい、ここの店ありますよみたいなのを、一個こう、マップでこう、ピン刺しみたいな感じにすればさ、見てくれる人めちゃくちゃ分かりやすいんちゃう？どん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 更新もできるわけですね。あ、そう。G 券マップ。G 券マップを見てみんな渋谷に来ると。G 券マップを参考に皆さん遊びに行くというのが、来年の今頃もうある程度完成してるっていうのを見据えた上で、ね。そうですね。ちょっとずつ完成って感じですよね。そう。渋谷初めて来たけど、どこに何があるか分かんないみたいな人は、僕の YouTube を見てもらって、できるようになる。っていうになるっていう感じですね。まあまあまあ、そんな感じで、ちょっと、はい、まあでも Vlog だし、ゆっくり、俺も散策したい部分もあるから、はい、ブリスターの、はい、動画ですね。動画上げさせてもらって。いやー、コメントやばなかったっすね。えぐ。マジでえぐい。えぐすぎた。俺、上げた瞬間、俺家帰って速攻で休止になったから、はい、見れなかったけど、朝起きたらえぐかったっす。いやー、人権さんから LINE 来て、僕びっくりしたっすもん。はい、ということで、まず ABC マート、はい、これ、ね、センター街のところですね。そこでちょっと聞いてみたいと思います。はい。はよ、行け、はよ。グラビスってありますか？そもそもここ取り扱ってない。でも、ね、あそこのもう一個先にグランドステージがあるから、はい、そこには取り扱いあるって。でちょっと 20m 先ぐらいなんで、ちょっと行きましょう。早い。JK さん
後ろから見ると、なんか本当におかしい人見えるの。普通に歩いてくださいよ。もう本当にすぐそこに。グランドステージ一番でかいって言うんですからね。そう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 。じゃあ行ってらっしゃいませ。グラビスって置いてます？グラビスこそ取り扱ってなくて、あれアワレコの奥の方で。ああ、あそこの。はいはい。はい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 。ちょっと一回行ってみます。はい、あ、いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。すいません。ここにもない。ないの？ないけど、はい、タワレコの方の、あ、もう一個の。もう一個の。あそこにあるかもってことだったんで。なんならそこに、コメントの方でも、はい、そこにあるっていうコメントもあったから、はい、そこで買いましたって人もいたし。最初からそっち行ったの？わからんやん。ここにある可能性もあったからさ。皆さんはね、渋谷来た際は、ここにはオジェックがありませんよってことを伝えられる。あ、わかりましたからね。ということで、じゃあもうちょっと歩くけど、はい、行きましょうか、そこ。はい。はい。ありがとうございます。もう少しなんですけど、今、はい、後ろとタワレコなんですが、ちょうど今ね、はい、連絡もらったんだけど、はい、This is Neverland ってあるやん。もうすぐオープンですよね。あ、そう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 。はいはい、それ、また明日なのかな？今日、もしよかったら、レセプションパーティー行きませんかって言われて。マジっすか？行く？行く。行く？行こうよ、じゃあ。ありがとうございます。その後、また別の撮影があるんだけど、それ終わってから、じゃあ行きますか、じゃあ。今日忙しいっす、ね。忙しいで。と言ってる間にね。うん、もう、着きました。ここが ABC マート。はい。じゃあちょっと行ってきますんで。お願いします。はい。いらっしゃいませ。あった。あった。この 24.5 センチってありますか？ 24.5 で。はい。オジェック。はい、4.5 大丈夫です。あ、あります。ちょっと試着してもいいですか？はい。すいません。ありがとうございます。ちなみにウェブだともう、結構なくなってたりするんですけど、はい、やっぱもう ないもんなんですか？いや、ないというよりかは年内でこのグラビスの出てる靴が全部なくなるんです。え、日本でですか？はい。あ、そうなんですか？もう完全にドロップになるんですよ。グラビスっていうメーカーが来年新しくなるんで、その関係で今出てる靴は本当に全部なくなります。あ、そうなんです。なので今はそのオンラインがないっていうのはもう店舗の方に全部ほとんど下ろしちゃってると。なるほど。このオジェックも新しくなっちゃうんで。あ、そうなんですね。なので僕はその新しいものを見てないですけど、あ、ただその形はもちろん変わってしまうので。なるほどなるほど。こっちのオジェックが欲しい方はもう今買うしかないです。そうですね。在庫意外に結構あります。もうないですか、さすがに。それはサイズ次第ですね。あ、はい、ただこの前も僕が接客した方は26、2足買っててくれる。ああ、なるほどですね、はい、これ1足ください。失礼しました。箱いらないんで、はい、交換と返品だけできない。はい、大丈夫です。あ、ちょっとありがとうございます。いこ、あ、ありました。いやいやいや、ありました。2足、まず2足、はい。あと、いや、もうあったいろいろ突っ込みどころあるんですけど。ないない、なんで裸なのこれ。サステナブルでしょ。サステナブル。サステナブルってちょっと意味違わない？もう袋使わないから俺。いや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 、袋なしで抱えて移動ですもん。なんで蓋使ったの？これがいろいろ聞いたんですよ、はい、ほんならグラビス、はい、そもそもやっぱ年内でもうドロップらしい、はい、で新しいメーカーなんか なるらしくて、はい、で今のグラビスのアイテムはもう本当なら売り尽くし的な感じらしくて、はい、だからもうウェブにもなくて、はい、店舗にあるだけみたいな感じらしくて、はい、で俺オジェックは 24.5 なんですよ、はい、4.5 ちなみに何つかあるんですかって、はい、まだありますよって言われたから、はい、いやもう買うっしょと思って。でしかも安かったの。いくらっすか？あのね、俺買った時ね7000円とか8000円だった気がするんだけど、はい、今ね6000円ぐらいセールだ。セールだったの。だから、はい、2足買わせていただいて、はい、こんなんさ、オジェックなんて何本あってもいいからね。やかましい。オジェックなんて何本あってもいいから。はい。でもちょっと2足買わせてもろて。はい。っていう感じですね。まあとりあえず俺の今回のミッションは終了しました。はい、もしかしたらお近くの店舗さん、はい、その、はい、見てくださってる方の店舗さんでオジェックがあるかもしれない。はい。グラビスのそのオジェックっていうのが、まあニューモデルとして出るかもしれないんだけど、はいはいはい、そのオジェックっていうもの自体がもはやもうなくなってしまうらしいので、はい、もし気になってる方は、エビシマートを駆け込んでみて、お問い合わせいただけたら、お問い合わせしてみたらいいかなと思います。いや、よかったっすね、でも。いや、マジでよかった。いや、でも2足はね、うん、嬉しいっすね。いや、ちょっと暑かったから、あるうちにゲットしておいた方がいいかなと思います。はい、このまま、これエンディングですか？エンディングしようかな。まあ、今回のこの動画は終わりやな。はい。終わりで、同じ流れで、はい、お店だったりとか、飯屋とか、はい、いろいろと回っていこうかなっていう動画に切り替えようかな。はい。ちょっとまあ、それに関してまた後日、近日、はい、動画が編集でき次第アップさせていただきますので、はい、もしよかったらチェックしてみてください。はい。ということでね、オジェック、もし気になっている方がいれば、近くの
ABC マットさんに足を運んでみてはいかがでしょうかということで終わります。はい、あれしー、あれしー、はい、ということで本当にそれ持ってくんですか。いや、これでいいで、あの、カバン僕あるんで、うん、頼むから入れて。こんなやつ歩きたくない。動画撮ってるし。そう。頼むから入れてください。いいですか。はい。じゃあ入れましょう。入れましょう。ありがとうございます。はい。すいません。